そうですね。岸田さんは総裁選の時にあれだけ、このいわゆる1億円の壁と、森副代表が今言われた金融資産をたくさん持ってる人が、年収1億、2億、3億と、1億を超えてったら、税金が逆に安くなっちゃうというこの逆転現象。格差がそれで大きく広がるというこの逆転現象。これに関して岸田さんは総裁選の時は1億円の壁を打破するというふうに、このそうでしたよね。岸田さんのこの、ああ。書かれてるんですよね。この辺に書かれてる、小さく書かれてるんですけどですね。読み上げますと、金融所得課税の見直しなど、1億円の壁の打破と、打破とまで書かれてるんですよ。そこ書いてあるかなと思ったのにね、今日の。全然なかったですね。やっぱ相当叩かれたんじゃないですか。怒られたんじゃない、3A の人たちに。自分が総裁選で言ってたことを、その直後の所信表明演説で言えないって、これ、奥野さん、立憲民主党はこの金融所得課税の他にも、より具体的にですね、例えば法人税の、税金に関して、大企業になればなるほどですね、大企業になればなるほど、実は税金が安いという不思議な逆転現象がここでもあるんで、法人税に関しても必要な政策減税は残した上で、累進税率を導入しましょうとか、あるいは所得税についても今最高税率45%でとどまってますけども、この最高税率を引き上げようとか、具体的にこういう提言をしています。ただ